はいどうも、カーパー園長です。じゃあこの動画ではね、この旭川中学生、投資殺人事件ですけどもね、このお母さんが嘘ついて金儲けしていると。まあ、なんか全然関係ないね、第三者がね、なんか要は誹謗中傷ですかね、デマ拡散して、っていうなんかこの投稿を拡散した人間、まあ無職の男性、なんか36歳が、逮捕起訴ですか、略式起訴っていうことらしいですけども、まあなんか頭おかしいやついるんですね。ちょっと内容見ていきましょうかね。旭川の中二投資、嘘言って金稼ごうとしていると、まあ母親を中傷した、36歳の男を、略式起訴されたっていう、そういうお話ですかね。読売がソースなのかな。北海道旭川市で、昨年3月、中学2年、広瀬沙耶さん当時14歳が、投資隊で発見され、旭川市教育委員がいじめの有無を調べている問題で、広瀬さんの母親をネット上で中傷したとして、松山区県が松山市に住む、無職の男36歳を、なんでこれ実名さらさないんですかね、侮辱罪で、松山簡易裁判所松山簡裁に、略式起訴されていたことが分かったと。松山ってどこの松山なんだろう。関係者によると男は昨年4月16日ネット掲示板にいじめとか、嘘言って、金稼ごうとしている母親が許せないなどと母親を侮辱する4件の書き込みをしたとされていると。頭悪いなこいつもは知ってる意味が分かんないですけどもね、まあいますよねこういうやつね。ちょっとなんかもうなんだろうな、そう、そもそもがこのね、この事件ね、この殺人事件、これ自体がもうなんかちょっとね、頭おかしいやつだらけで、ほんと気の毒でね、このなんていうのかな、腹立たしいというかね、腹渡煮えくり返るようなことばっかりのね、一連のね、このね、流れというか、特にこの犠牲になったね、このサーヤちゃんとあとそのお母さん以外の登場人物全員とんでもないやつばっかですよね。実際にこの、なんだろう、手下したやつも半端ないやつらばっかだし、これなんかあれでしょうね。なんか、何言いましたっけ、結局。なんかこの実名と、ね、顔さらされちゃってるのが男女一人ずついたと思うんですけども、少年少女。なんかね、普通にさら、されちゃってますけど、今どうしてるのか知りませんけども。まあこれ仮に人生棒に振ったとしても、自業自得ですよね。っていうか自業自得にまだなりきってもいないですよね。そんなもんじゃ済まさねえぞっていうのが正直なところですけどもね。だったりとか、あとはその学校のね、なんだっけ、この担任のこの女性の先生もいましたし、あと教頭校長は言うに及ばず、この前旭川市長とかもとんでも、もうそうそうたるメンバーでしたもんね。かと思いきや、なんかそのね、この全然関係ない、要はこれね、旗で見ていた一般の全然関係ない、第三者っていうかもう赤の他人でしょこれ。ね、当事者でもない、なんか親族でもない、関係者ですらない。全然関係ないやつがなんかわけのわかんないこと、こういうことを言っていたわけですよね。なんかこういうのさ、どんどんこの実名も顔もさらしてとっ捕まえてぶち込んじゃおうよ。ね、社会から排除していった方がいいよ、こういうのはさ、いつも言ってますけど。なんかね、例えばこういうケースだと、この表現の自由みたいなことをさ、よく言うじゃないですか。言い訳でね。勘違いも甚だしいっすよね。だって自分の解釈で勝手にねじ曲げてる人だけじゃん、こんなのはさ。よくこんなこと言えますよね。っていうかさ、ね、まあこういう変なやつもそうなんですけども、加害者のやつらと、ね、この学校ですよ。だからさっき言った担任教頭校長ですよ。ね。で、あと前旭川市長も、とっとと刑事罰でしょっぴけよって思いますけども、なんでやらないんですかね。だから多分この、なんだっけ、この36歳無職の男、こいつだけじゃないでしょ。多分この人が、っていうのはもう多分見せしめっていう意味もありますよね。だって、まあもしかしたらね、この不起訴で終わるかもしれないですけども、母親に対する侮辱罪っていうのはもう成立しているわけでしょ、これ。まあこの、他の件でもね、このネットでのさ、この無責任なこの発言ってね、もう、いや、あまりに多すぎて、で、実際に、なんだろう、自ら命を絶っちゃう人とかもね、いたわけじゃないですか。だからこの無責任なこの発言に対してね、やっぱりこの厳しくなりつつありますから、あるいはこれも不起訴にはならない可能性もまだありますよね。だからもうやっぱりやりたい放題はね、許したらダメだと思いますよね。だからそのネット
ットでっていうこういう動きをさ、なんでこのテレビや界隈とかさ、新聞とか雑誌でも徹底的にやってもらいたいんですけど。ねえ、うん、特にこのテレビで言いたい放題、好き勝手コメントしてるやつらとか、ねえ、いくらでもいるじゃないですか。うん、謝ったって許さねえぞっていうレベルのも結構あったはずですよね。うん、特にどこの誰とはあえて言いませんけども。うん、いや、だからもうなんかこの発言にね、この責任を持たせる、ね、内容によってはね、処罰の対象にする、刑事罰も適用するっていうのは、どん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 進めていった方がいいと思いますけど、そんなのは言論弾圧でも何でもないですからね。うん、表現の自由とかさ、そういうのをなんかこの逆手にとって悪用している、うん、勘違いしてる奴らがちょっと多すぎるんで、うん、やっぱこういうなんかある種、ね、見せしめっていう言い方はちょっと違うのかもしれないですけども、でもなんかこう血祭りにあげる、うん、こういうのって必要だと思いますよ。うん、ね、何でもかんでもやりたい放題い、ね、言ったもん勝ちやったもん勝ちなんていうのは絶対許したらダメだと思うんで、うん、ではなんだろうな、この件にそもそもこの無職の男がどうしたこうしたらもうはっきり言ってどうでもいいんですけども、この例えばそうだな、ひらがなでさ、この件もそうですけども、このいじめって書く、このいじめって書くじゃないですかね、これ僕なんか違うと思うんでやめた方がいいと思うんですよね。なんかさ、多分マスコミなんかも意図的に、そういう書き方をしてると思うんですけども、漢字でもなくひらがなでいじめって書くんですよね。なんかやんわりとそうでもなさそうなこと、なんかそういう印象をさ与えようとなんかしてるんじゃないかって、すげえなんか違和感感じるんですよね。うん、なんかほら、いじめ、所詮この子供と子供、子供同士のっていう、なんかそういう意地悪とかさ、うん、なんかこのいたずらみたいな、そういうのと同列になんか、うん、そんな騒ぐほどの大したことないんですよね、いじめも、みたいな。そういう方向になんか持ってこうと企んでんじゃねえのかなって思うんですよね。いやいやいや、違う違う違う。ね、普通に殺人事件ですよ。殺人事件ですからね。うん。なんかそういうのも含めて、ね、この周りの、もちろん当事者のね、この、なんだろう、この同級生たち、あ、先輩でしたっけ、うん、まあこいつらがね、一番なんかどうしようもないのは当然なんですけども、だその周りの大人たちがね、だからこのメディアなんかも含めてですよね、テレビや界隈とかさ、新聞とか、うん、汚いやつが多すぎ、うん、だからもうやっぱりね、うん、なんかこう、いや、だって金か、か金稼ごうとしてるとかって意味がわかんないしね。うん。だからやっぱりなんだよな。そう、あれだよ。この事件のこの犯行グループの中にさ、ね、この警察官の子供と、あと先生、教員の子供がいるんでしょ？だからこの道内では、この被害者遺族叩き放題っていう、そういう状況らしいですよね。この辺からしてさ、なんかどうにかして改めることってできないの？うん。だから本来だったら流れとして、ね、この手のこのお母さんを侮辱する書き込みとかって、当然この現場のこの旭川が一番多かったと思うんですけども、なんであえてこの道外、全然関係ないところの松山を的にしてるのかっていう、ここもなんかさ、うさんくさい、なんかこの黒いなんかを感じるんですよね。なんかもう一切合切まとめてこう、なんか掃除したいっすよね、本当に。うん。どうにかしてこの真相究明というかさ、ね、この犯行グループ、ね、この全員と捕まえてぶち込んで、ね、これをなんかこう隠蔽しようとしたこの担任教頭校長元市長、ね、この辺なんかもとっ捕まえてぶち込むとこまで持ってけないもんかね。なんかそれもできなさそうな気がするんですけども、本当なんかこの遺族の方々ね、かわいそすぎますよね。うん。ということでね、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。